劇場版アニメ忍たまらん太郎忍術学園全員出動の段は2011年3月12日に公開された忍たまらん太郎の映画作品1996年に公開された映画忍たまらん太郎以来15年振りの映画作品で初の長編映画作品でもあるキャッチコピーは忍術学園最大の危機友達がいれば 僕らは無敵。ストーリーは、忍ぶたまらん太郎の原作漫画、落第忍者らん太郎第37巻及び第42巻の内容をもとにしている。また、後半の一部に、原作やアニメにはないエピソードも含まれている。新宿バルトナインタ全国にて公開された。東北地方太平洋沖地震の影響で、東日本を中心に急館に追い込まれたり、 上映時間の短縮を余儀なくされた中、2011年3月5日、3月6日、初日2日間の映画観客動員ランキングで初登場第8位となった。また、初日舞台挨拶も中止となっている。2011年4月24日には、被災地の石巻市、名取市のワーナー・マイカル・シネマズの営業再開を記念して1週間限定無料上映されている。 20年近い連載で蓄積された膨大な数のキャラクターを総出演させ、その来歴と複雑な世界観を凝縮し、キャラクターごとにある程度の見せ場を作りつつ、ストーリーをまとめ上げており、卒のない佳作として高い評価を得た。シリアスにもギャグにも寄り切らない渋い演出で、戦乱の時代のシビアな現実も、児童向けとしてのギリギリまで描き、 カムイデンなどのリアル系忍術漫画の系譜を継ぐ作品になっており、ほのかに死の匂いが漂う。忍ぶ玉たちが使うぬかるみを利用した戦術は、ナポレオンのワーケルローの戦いにヒントを得ている。2012年1月2日17時18時20分には、E テレにて、テレビ初放送された。忍術学園事務員のミスで、1年は、組の山村キ沙は6年生用の宿題を、 与えられてしまう。その内容は、大間が時城上主のふんどしを取るというものであったが、大間が時城は、黄昏時城上との戦の真っ最中で、木ンタは、行方不明となってしまう。木ンタ救出のためきり、丸、新、米が、大間が時城へ向かい、一方、乱太郎ら一年は、組も大間が時量、園田村の依頼を受けていた。2011年7月22日発売。 発売元は電通、発売、販売元はアミューズソフトエンタテインメント。ありがとうございます。